葛西潤は日本のプロレス団体を中心に活動しているプロレスラー。北海道帯広市出身。通称、京猿、クレイジーモンキー。6メートル以上の高さがある後楽園ホールのバルコニーから躊躇なくボディプレスを敢行したり、割った、蛍光灯などで自身の体を切り裂くなど、その過激なパフォーマンスは他者の追随を許さず、カルト的な人気を誇る日本プロレス界きってのハードコアレスラーとしてその名が知られている。プロレス界一章だらけの背中を持つ男と表現したものもある。出身地をフィラデルフィア、すなわちフィラデルフィアとしているが、実際は北海道帯広市出身。白のカラーコンタクトに目の周りを黒で縁取ったいでたちで試合をすることが多く、大一番では白を基調とした衣装を着用する。髪型はリップ、スライムのペスが昔していた髪型を参考。右目のメイクは映画、時計仕掛けのオレンジのアレックス。左目のカラコントメイクは吸血鬼やゾンビをイメージしている。過激なデスマッチを頻繁に行い、試合後血だらけの状態のままサイン会に応じるなどの一方で、オレッチの一人称を使用する。マイクアピールを行うこともある。息子や娘を会場に連れてくることがあるなど、子煩悩な一面も見せる。ブログやツイッターなどでは、息子はハッピーボーイと呼んでいて売店にも訪れることもある。娘はジプシー嬢と呼んでおりステッカーなどのグッズも発売している。似顔絵やイラストはプロ級の腕前で、週刊ゴングでは連載も持っていた。週刊プロレスでも、田尻のコラムでイラストを担当しているが、その際の名前はサルザマンである。以前参戦していた大日本では、グッズの手ぬぐいやグラスでも、選手らの似顔絵を手掛けている。サルザマンとは、葛西がプロレスラーになる前の素人時代に格闘技通信にイラストを投稿していた際のペンネームであった。ランシドのボーカル、ラーズ・フレデリクセンは、葛西の大ファンである。もともとプロレスファンで日米問わず関係者との交友関係が深かったが、葛西の試合を見てファンになり、バンド活動以外で個人的に試合観戦のため来日している。2010年6月にはコラボイベントも開催、T シャツも制作した。帯広市の高校を卒業後上京し、都内で警備会社に就職。当時からプロレスラー志望ではあったものの、173センチメートルという身長から自分がプロレスラーになれるわけがないと思い、警備会社で働き続けていた。1995年に体調を崩した際に、たまたま HIV のチェックリストを目にしたところ、自分がほとんどの項目に当てはまることに気づき、HIV 検査を受けに行くことになる。検査結果は陰性だったが、検査結果が出るまでの間いろいろ考えた結果、もし命があったら自分のやりたいことをやろうと決意し、本格的にプロレスラーとしてのデビューに向けたトレーニングを始めた。1998年に大日本プロレスに入団。同年8月23日の鶴見、緑地花博公園広場大会でプロデビュー。2000年を前後に大日本プロレスと、CZW との抗争が勃興すると、これに際して CZW 軍側につき、CZW ジャパンという連合を結成。そして渡米した上で、ワイフビーター宅に下宿しつつ、CZW のマットを舞台に活躍し始めた。2001年のデラウェア州に催された CZW のある工業の場では、蛍光灯を乗せた板に打ち付けられることによって、左肘を豪快に切り開き、そこから骨が露出するという事態を見せもした。その試合は、観客持参の凶器を用いたタッグマッチで、対戦相手となったのは、ジャスティス・ペインとジョニー・カジミヤ、組んだ相手は後に伝説となる、ニック・モンドであった。ジュニアヘビー級王座とタッグ王座を獲得した、この団体にあっては、ジョン・ザンディグ、ニック・モンド、ワイフビーター、ゼットバール、トレント・アシッドという5名のレスラーらと共にビッグ・ディールズという連合を組んでもいた。2001年にバドボーイ・ヒドオ等とヒールユニット、赤マムシを結成し、大日本プロレスのマットを恐怖に陥れたが、2002年に大日本プロレスを退団し、フリーランスを経て2003年に01に移籍。サルキャラで一般のプロレスファンからの知名度を得るが、バナナをプレゼントされすぎて、バナナ恐怖症になったり、バナナを加えたままドンは荒川に首輪で繋がれて入場するなど、コミックレスラーとしての面ばかりが強調され、試合内容もそのようなものが多かった。全日本プロレスにも参戦したが、前座のタグマッチ要員に甘んじ目立った活躍はなく、さらに、橋本真也の付き人を務めたが、諸々の自由によりその過去を現在では封印するなど、葛西にとっては不遇の時代であった。この時期には橋本が出演した映画、ああ、一軒家プロレスにレスラーと共に出演している。2004年にハッスルが発足すると、後には高田信彦率いる高田モンスター軍の一員としての活動を見せた。2005年、伊藤隆二からの呼びかけに応える形で、伊藤から BJW 認定デスマッチヘビー級王座を取るため、アパッチプロレス軍を通じて大日本プロレスに復帰。当初はフリーであったが、後にアパッチ所属となった。同年6月8日の大日本プロレスの大会で、それまで危険すぎるという理由で実現に至らなかった、カミソリ十字架ボードデスマッチを、黒天使沼沢邪気戦で敢行。沼沢のパワーボムで、ボード上に叩きつけられ設置されたカミソリの形状、そのままに、背中から大出血を起こす事態を見せた。試合後、沼沢に呼びかける形で、キチガイタッグ、045ジャサルキチガイエースを結成。伊藤隆二のデスマッチヘビー級王座挑戦を表明していたが、10月下旬、内臓疾患のため、休養を余儀なくされ、伊藤への挑戦は、あわと消えた。手術を受け長期の活動停止状態にあったが、2006年3月19日のアパッチ主催興行の有刺停止戦ボード6人タッグ戦で復帰。4月14日に行った佐々木隆とのデスマッチ対決に続き、045ジャサルキチガイエースの一員として参加した4月22日の大会から大日本プロレスにも復帰。9月、アパッチにて大日本プロレス OB の本間朋晃とのタッグで佐々木隆バドボーイ非道の持つタッグ王座に挑戦して見事勝利した。しかし、目標としていた伊藤隆二のデスマッチヘビー級王座挑戦は、伊藤の負傷によるタイトル返上で2度も幻となった。その傍ら、大日本プロレスにてデスマッチスクールオブデスを開講し、その校長に就任。沼沢を教頭にメンズ帝王を理事長に指名し、第4世代デスマッチファイターの育成にも力を注ぐ。12月25日のアパッチ新木場ファーストリングでは、自らがプロデュースする1デーデスマッチトーナメントを開催。主催者の葛西は、決勝戦でジウィンガーに敗れたものの、金村金太郎や黒田哲弘などのトップどころのいない中で超満員の観客を動員し、見事成功を収め、今度は屋外でやりたいと第2回の実施を予告した。この年には、米国の岩イーストコーストへの参戦を果たした上で、トビー・クライン、マッドマン・ポンド、コーク・ヘイン、コーポラル、ロビンソン、ドレーク・ヤンガー、JC・ベイリー、ニタフ、トニーという、自身を含めて、総数8名のレスラーらが参加した、マスターズ・オブ・ペインというデスマッチ選手権の初大会に参加。有刺鉄線や、ザリガニや、蛍光灯を用いたデスマッチで、トビー・クラインとマッドマン・ポンドを破って勝ち進み、ついには決勝戦で JC、ベイリーを下してその初代覇者の座位と君臨した。2007年6月24日のアパッチの大会では空位となっていたタッグ王座をかけて045ジャサルキチガイエスとしてトーナメントに出場し、横島サルキチガイエスとして初のタイトルを獲得した。2007年11月26日の大会で、左膝半月板を損傷、これの手術を行った。これによって、長期の欠場を余儀なくされたものの、2008年5月、佐々木隆の自主興行にて、メイン終了後に乱入。6月のアパッチ興行活動再開に合わせて、復帰すると発表。5月25日の大日本プロレス大会メイン終了後にも沼沢に、呼ばれて登場し、045ジャサルキチガイエス活動再開とデスマッチヘビー級王座のタイトル戦線へ本格的に参入することを明らかにした。いつしか自身に馴染みの一品となったカミソリ十字架ボードアパッチプロレス軍が2009年に解散すると佐々木隆と組んで新たな団体フリーダムズを設立。そしてかねてよりの念願であった伊藤隆二とのシングル戦カミソリ十字架ボードアルファーデスマッチを11月20日の大日本プロレス後楽園ホール大会にて敢行。超満員の観客を動員し29分45秒という時間ギリギリで勝利。試合後、年内の引退を考えていたが取りやめる、胸のマイクアピールを行い、現役続行の意思を表明した。この試合が2009年プロレス大賞ベストバウトを受賞。デスマッチとしては19年振りの受賞であった。2010年になると、空位となっていた BJW 認定タッグ王座の新王者決定選手権に0-4後ジャサルキ違い S で出場し、4月28日の大会で、関本大介と佐々木義人を相手とした決勝戦に勝利。これは自身初の大日本プロレスの王座の獲得であった。5月3日のアイスリボン後楽園大会では自身を憧れの人物に指名する松本と組んだ上でインターナショナルリボンタッグ王座を獲得し、これにて2冠を達成。翌5月4日の大日本プロレス設立15周年記念大会にあっては、2000年代の黎明の頃に激戦を繰り広げたニック・ゲージとおおよそ10年ぶりの再会を果たし、かつて結成していた CZW ジャパンを復活させた上で、馴染みのカミソリ十字架ボードを用いたデスマッチを披露した。2012年はフリーダムズでユニットアンチェインを結成。しかし膝の怪我で再び欠場するが、8月に復帰戦となる自身、プロデュースのペイン・イン・リミット2012で悲願の初優勝を果たす。11月9日のレスリングニュークラシック、マコカナ、プロでは女子レスラー、笠井純子として松本とのタッグで参戦している。大日本プロレスでは同年4月に0-4ジャサルキ違い S でのアジアタッグ選手権挑戦を表明したが欠場で流れ、10月に復帰のアピールで沼沢邪気に対し決裂を突きつけ抗争が勃発したが、2013年3月の後楽園でシングル戦による直接対決で沼沢を下した際に0-4ジャサルキ違い S の復活を宣言。5月には武田誠史、塚本匠をメンバーに迎え、0-4ジャサルキ違い S を発展させたユニット B、ホルトラスジャンキー S を結成した。一方、2013年5月より、大根田敦と大根田率いる邪道軍との抗争を勃発させたが、6月の新木場大会で邪道軍側についたもと、FMW のマンモス佐々木に自らがピンフォールを取られる。しかし抗争において、邪道軍任せで自ら前に出てこない、大根田の態度に不満を爆発させ、それに同調した佐々木隆と急遽タッグを組み、9月に大根田、マンモス組と対戦すると、マンモスを下した直後に、笠井が大根田に蛍光灯を浴びせ、大根田とはもう終わりだ。と言い放った。2014年6月には CZW のトーナメントオブデスに初出場し、8人トーナメントの決勝で正田を下し日本人選手として初優勝している。9月にはキングオブフリーダムワールド王座を手にして、日本国内団体のシングル王座を獲得した。2015年には、レッスル-1にて、宗谷学が中心となって活動する、ニューワイルドオーダーに参加。2017年8月27日の後楽園、ホール大会では、ビオレントジャックと蛍光灯カミソリ十字架ボードレスマッチを行った。笠井が、本間朋晃のこけしを真似るシーンがあり、途中ジャックは、カミソリボードごと笠井を持ち上げて、バックフリップ、さらに弾劾式パッケージパイルドライバーを、場外の椅子と蛍光灯の上に放つという、殺人的な攻撃を繰り出した。最後は、サボテン&カミソリボードへの垂直落下式、リバースタイガードライバーを決めて3カウント。記録は18分1秒で体固め。この試合で右手中指腱断裂の重傷を負い、怪我した指は皮一枚でつながっているだけで引っ張れば、簡単にもぎる状態であった。救急搬送され、後日欠場になることが発表された。2017年8月30日に第2子となる娘が生まれた。2019年12月25日の自身のプロデュース興行を最後に、頚椎と腰椎の椎間板ヘルニアの治療のため、長期欠場に入った。2020年6月10日の新木場ファーストリング大会で復帰。CZW アパッチプロレス軍第2本、プロレスアイスリボン全2本、プロレスリングフリーダムズレッスル -1、DDT プロレスリングダブプロレス大賞2本、インディー大賞パールハーバースプラッシュムーブに特徴のあるフィニッシュホールド。コーナートップで、斜筋もしくは、シュワッチと声を上げゴーグルを装着。敬礼ポーズとともに、シェーと声を上げてからダイブする。その際観客も一緒に、シェーと声を上げるのが慣例化している。そのゴーグルは、真珠湾攻撃によって亡くなった祖父の形見である。スティミュレーション垂直落下式、リバースタイガードライバーリバースフルネルソンで捉えた、相手をそのまま、マットと垂直に担ぎ上げ、シットダウンと同時に、脳天からマットに突き刺す、変形リバースタイガードライバー。ダブルアーム式、パイルドライバーと同型。リバースタイガードライバー山川隆二の必殺技を受け継いだもの。2006年の大会、蛍光灯を恐れタワー&蛍光灯に100本デスマッチから本格的に使い始めた。山川の場合は、フィニッシュホールドとして使っていたが、葛西は、つなぎの技としての使用が中心。タックで相手パートナーを寝かせて、その上の急所めがけて使うこともある。現在では垂直落下式をフィニッシュムーブとしても使う。マーダーライドボム肩車の体勢で両肩に担ぎ上げた相手に対し、股の間から伸ばした右手で頭部を抱え、相手の体を前方回転させながらシットダウンし、後頭部からマットに突き刺す変形ドライバー。ケニー・オメガの変翼の天使を意識した奥の手。腕サソリ固め、相手の足にではなく、腕に決める、サソリ固め。バックスライドボム逆さ抑え込みの体勢で相手を頭から落としつつ、腕のフックを外して、相手を抱えてホールする。サドンインパクトインプラント DDT と同型。神声相手の手首を掴んでの膝蹴り、ダイビングヘッドバット。ハーリーレースと叫びながら垂直落下式で仕掛けたこともある。デスバレーボムスナップスープレックス、ダイナマイトキッドと叫びながら仕掛けたり、技名をもじって、キチ、イスープレックス、と叫びながら仕掛けることもある。テレビ放送時には P 音が被せられていた。顔面ドロップキック前鏡になっている、相手の顔面に、浮き、と、猿の鳴き真似のような声を上げながら、正面飛び式のドロップキックを放つ。竹串束ねた竹串を脳天に突き刺す攻撃。急所攻撃手鼻指で片方の鼻の穴を押さえ鼻水を飛ばす屈辱技。主にパールハーバースプラッシュを仕掛ける前に行う。モンキーウォーク厳密に言うと技ではないが背中に狂気攻撃を受けた際などに背を反らして痛みに耐えながら歩いていくムーブ。猿は葛西の代名詞的なギミックでもあり、単純に、葛西イコール猿が歩くからではなく、歩く姿が実際の猿の歩行に似ていることからもこう呼ばれる。リック・フレアのフレアウォークに通ずるものがある。ありがとうございます。